これから討論会に入ります。以降の進行はコーディネーターにお願いしたいと思います。山西さん、お願いいたします。はい、ありがとうございます。それでは、討論を開始させていただきたいと思います。早速ですけれども、テーマ1ということで財政再建についてです。日本は巨額の財政赤字を抱えています。このままであれば日本の財政は破綻に近い状態になります。財政再建はこれからの重要な課題となっています。消費税のアップも賛否両論、両論がある中、活発な議論がなされてきました。消費税問題を含め財政再建の問題についてどのようにお考えなのか、意見表明を3分間でお願いしたいと思います。それではまずはじめに田谷さんから、お願いしたいと思います。よろしくお願いします。財政再建消費税ということなんですけども、まあ、長期のデフレ不況が続いております。このもとにはやはり国民の所得が冷え込んでいること、消費購買力内需が弱まってきていること、これがあると思います。ですから対策としてはまず国民の所得を引き上げていく、家計を温めていく、この政策が一番基本になるべきだと思います。今こういう中で臨転機でどんどんお金を吸ってっていうふうな話もありますが、金融経済の方いくら力入れてもですね、実体経済の方に力を入れなければ景気回復していかないと。景気回復を向きにしては財政再建ということは考えていけないというふうに私は思っております。また消費税の増税ですが、 3% から 5% に引き上げた15年前になりますが、あの時も景気の回復基調が出てくるという時に腰折れをしてしまったということで、今のこの不況の中で消費税の増税を進めるということになれば、これはまた同じようなこと、あるいはそれ以上に日本の経済穴が開き、財政再建どころではなくなるというふうに思います。ですから私たちは日本共産党は来年早々の国会に消費税増税中止法案を提出をしてですね、何としても今度の選挙で議席伸ばして消費税増税中止法案をですね、成立させていきたいというふうに考えています。同時に消費税増税ではない別の道をやはり考えなければいけない。そのためにはやはり税金を負担する能力をしっかり持っている、所得で言えば1億円を超えるような方々、富裕層への増税、そしてまたこの間減税を行われてきた大企業ですね、ここに多くの負担を求めるということが一つです。それからもう一つは国民の所得を引き上げていくと。そのためには、安い労働力、非正規派遣、あるいはリストラを進めて儲けを上げて、大企業は260兆円もの内部留保金をため込んでいます。これをやはり国民に還元するということで活用を図っていくっていうことが大事だと思います。賃上げをする、横暴なリストラはやめる、そういったことがですね、必要になってくると思います。はい、田谷さんありがとうございました。続きまして福島さん、よろしくお願いいたします。はい、この近年ずっと財政が悪化しておりますけれども、例外的に財政状況が好転した時期がありました。それは小泉政権の時です。何を行ったかというと、歳出のカットを行って医療費を毎年2200億円削っていく、そして、ある程度の経済成長を成し遂げる、その時が一番ですね、財政が、状況が良くなったということから照らして、財政再建やるには2つしか方法がないんです。歳出を減らす、歳出を切る、成長させる。歳出を下げるとこれは非常な大きなですね、痛みを伴います。私は、田谷さんもおっしゃったように成長してないことこそが日本の今の財政の状況に一番大きな原因になっていると考えております。
しかもこの国の社会保障制度やさまざまな仕組みというのは経済成長を前提として作られております。将来の成長の利益を先取りして今歳出をするということを前提に作ったその構造そのものを変えなければ私は財政赤字のワニの口と言いますけども歳出が増え歳入が減ってですね財政が悪化していくというその構造は改まらないと思っております。そういう信念のもとに私は与党の議員でございましたけれども消費増税法案に反対をさせていただいたというのは橋本政権の時にですね 3% から 5% に上げた結果景気が悪化して余計税収が減って税収が減ったからまた景気対策をやって景気回復を図ろうとして公共投資をどん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 行って小渕政権、森政権さらに財政を悪化させてしまったという反省があるんですね。それをもう一度繰り返す体力はもうこの国にはございません。今消費税の増税法案には自民党公明党さんとの3党協議の結果ですね景気が良くならないと消費増税やらないという条文の中に景気が良くならないと増税しないんじゃなくて景気を良くするために消費増税を担保として公共事業を重点投資しましょうとそういう条文が今入ってるんです。それやるとおそらく今申し上げました橋本政権の後に増税して景気が悪くなって悪くなったから公共投資をやるけど景気があんまり良くならなくて余計財政が悪化するそうしたことを繰り返すんじゃないかということを非常に私が危惧をしておりましてそうならないための成長の政策が必要です。その成長の政策は成長を前提とした歳出を伴う政策じゃなくて本当の意味での経済構造改革経済のシステムそのものを変えてお金の回転を循環するようにする国の中でお金がぐる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 回って成長につなげる資金の循環が起こるそのような構造本当の意味での経済構造の改革を行い成長を行うことによって財政再建の道を実現するということが私は本来の姿であろうと考えております。以上です。はい、ありがとうございました。続きまして武藤さんよろしくお願いいたします。はい、私も、個人的な経験の方から話しさせていただきたいと思います。財政再建ということにつきましてはですね実は本当に私地方主権ということも訴えさせていただいているんですが地方にそれぞれの機能が分割するということはまずそれだけでそのいろんなものが移転してくるわけですからそれも大きな地方の財源地方の活性化につながると思います。そういったことが各地で起こっていきますとですねいろんな物流の無駄とか行政上の無駄なども減りますのでそういった意味でも大変いいと思います。それからここ茨城なので言わせていただきたいんですけど茨城空港ございましてですね私2年ほど前にデンマークのカルスバーグってビル会社に勤めている友人に聞かれたんです。茨城に空港ができるんだってってそれでですねすごい期待してたんです。彼はスウェーデン人なんですよ。それで私そうなんですよそんなこと知ってるんですかってお答えしたんですね。で彼らはなんで期待してたかというと物流の拠地になると思ったわけなんです。なぜなら東京にこれほど近いんですよ。そして東京ほど高くないんです。もちろん成田空港なんかよりもよっぽど便利なんです。成田はいっぱいですからね。ですから茨城のあの空港が物流拠点となるということである意味世界で先進的な方は期待していたんですね。ところが私もそのような考えでおりましたから当時茨城空港を管轄するところに問い合わせをしたんです。そうしましたらですね物流拠点としては考えていないというふうにおっしゃるんです。観光地のための観光のためのものなのだから人を乗せることしか考えていない。私はその時とてもびっくりしたんですね。もちろんその頃まだ飛行場のこととかそれほど詳しかったわけではないんですがこの可能性っていうものは素晴らしいものがあると私は本当に思ったんです。そして海外の知り合いとかその知り合いの知り合いとかに実際に声をかけていたんですね。あるカナダの食物を卸す会社問屋さんですね。そちらの方からも私実は本当かなり具体的なオファーをいただいておりました。でその時にですね飛行場の隣に倉庫を直接一体引き合いできるようなものを作れないだろうか、そして社員寮も近くに作れないだろうか、そうしまもしそういうのができてたらですねそれはもう茨城にとって素晴らしいことになってたと思うんですよ。それ1件できれば2件3件といき
きますからね。ところがですね、その時にもやはり飛行場に問い合わせましたら、管轄のところに問い合わせましたら、そういうのは隣り合わせはできないと、公用団地があるからそっちを使いなさいというふうに言われて、それはずいぶん離れたところなんです、まあ、整備はされてるんでしょうけれどもね、本当に私そういう、結局その子はどこに取られたかというと、釜山に取られたんです、韓国の。そして あちらではもう諸手を挙げて歓迎してくれたと言われました。税金も何も素晴らしい優遇だったと。お父さん、すいません、以上です。はい、すいませんでした、ありがとうございます。続きまして田所さん、よろしくお願いいたします。はい、現在の政策は大変この予算規模をですね大きくしてきていると、そういう中でですね、もう税収は伸びない、借金は増える、まあ、今年度末には1000兆円になるのではないかと言われておりますけれども、やはりこういう中でですね、やはり本当にこの財政危機というものを迎えないようにですね、あるいは高齢化に伴って社会保障費も非常にその増加している、そういうことでやっぱり行財政改革非常に重要だろうというふうに思っております。まずですね、今その財政再建につきました行財政改革をしっかりと行うということだろうと思っております。一つ一つのことで言えばですね、まあ、生活保護などにつきましても3年間で8000億増えてしまったと、今や 3.7 兆円でございます。それもですね、しっかりとこの対応しているならば、これは憲法に基づく保障ですからいいんですけれども、現役世代がもらっていると、さらにはですね、不正受給も大変蔓延しているということですので、まあ、これではですね、しっかり働く、そういうその力になっていかないというふうに思いますので、やはり受給資格のですね、適正化とかですね、医療費等のこの支出が大きいんです。そういうものを変えていかなくちゃならない。さらには、年金などにつきましてもですね、やはりその納付制度、不信感があって、お金も入ってこないということですので、やはり信頼回復をして、あるいは、高額所得者等についてはですね、できるだけ切っている、そういう自立の感覚を生かしていかなくちゃならないと思っております。また医療費の抑制につきましても、この予防医療とかですね、さらにはこの健康増進策というものを積極的に進めてですね、こう活力を得て、そういった抑制の仕方もあるんだろうというふうに思っています。行政のスリム化、効率化ということもございます。日本は事前のですね、非常に手厚い調整でありますけれども、それから事後チェック型の自律的な社会を作ろうという考え方もあったと思います。そういうこともですね、しっかりとこう進めて効率化を図る、あるいは人件費のですね、官民格差などもやはりなくしていかなくてはならないというふうに思ってます。さらにですね、今度は歳入の増加を図っていく必要があります。それはやはり成長戦略、予防安全というような観点からですね、事前予防のインフラを整備していく、あるいは耐震化、これは諸外国ではなかなかできないというふうに思います。そういったものも行うし、新たな規制改革でですね、こう事業をどんどん企業化させる、あるいは環境等でですね、投資をして、しっかりとその日本の力というものを示していく、消費増税につきましては、私はしっかりとその経済の対応をして、税収が伸びるような、そういうその措置を作っていかないで進めるということは、これは反対であります。今日石破さんも、うちのこと言ったようではありますけれども、しっかりとしたその経済の成長とともに、議論をしていく、そういうものだろうというふうに思っています。はい、田所さん、ありがとうございました。4人の皆さんそれぞれ、日本を良くするためにいろいろなプラン、考えていらっしゃる。当然、財政の話ですから、歳入と歳出のそのバランス、問題どうやっていくのかということになると思いますけれども、ぜひですね、今聞いたお話をですね、皆さんも考えていただきながら、いい日本を作っていった方が、まあ、我々にとってもいいことだということでございます。